ジャンプだけというふうに羽生選手おっしゃるんですが、私はね一番スピンに目を引かれるんですよ。すごく回転も速いし形も綺麗ですし、はい、でまたスピンの中でも表現をしようとするっていうのが、うん、若い選手の中からなかなかねいることではなかったので、すごく小さい時からスピン上手だなと思って、あれだけ回転速く回れる選手って男子では珍しかったので、はい、ありがとうございます。まあ、僕自身小学校5年生ぐらいの時ですかね、あの1回リンクがなくなって違うリンクに行ってた時に、仙台にショーでステファン・ラミエルさんが1回来てて、まあ、何回かスピンのご指導だとか、まあ、一緒にスピン回ってたりとかそういうこともしてたんで、本当スピンも好きですし、まあ、自分自身一番柔軟性を出せるところではないかなっていうふうにも思ってます。